極東ウクライナ共和国ウクライナ後、緑のくさびは、アムール川から太平洋岸までのロシア極東におけるウクライナ人の植民地の名称。緑ウクライナとも。1917年のロシア革命以降、極東ウクライナ共和国がウクライナ人によってロシア極東に建国されることが計画された。ボルシェビキの極東共和国が1920年4月6日に、 設置されると、ウクライナ人が多数であった極東はこの国家を出して、緑ウクライナと呼ばれる国家の建設を試みた。しかし、この運動はすぐに失敗した。アムール川近郊から、ウスリー近郊、ハバルフスク、ウラジオストク。現在の極東と同様の海岸線を持っていた。有利フルスコモバウクライナにおいて、ウクライナ人は主に農村に住んで農業を営んでおり、 ロシア人やユダヤ人などの多い都市部にはあまり住んでいなかった。当時のウクライナ人は都市を経営しており、19世紀末のウクライナで進展した都市化や工業化では主にロシア人が流入した一方、ウクライナ人はウクライナ内の炭鉱や工場で労働者となるよりも、むしろ国外や辺境で農地を持つことを望んだ。多くのウクライナ人が カナダやアメリカ合衆国の農業地帯に移民したほか、ロシア帝国内では人口規迫な東方。ロシア極東のアムール側から太平洋岸にかけてはゼレニークリン、あるいはゼレニーウクライナ、東部ウクライナと呼ばれておりウクライナ人に植民された地域であった。これらはウクライナ人の植民者が名付けたものである。これらの領域は100万平方キロメートルを含む。 広大な土地で、ウクライナ人の人口は1926年には人口の41%から47%に達していた。ナオソウ人口は1958年の時点で人口は310万人であった。ゼレニークリンがロシア帝国の一部になったのはシベリアやこの地域を除く極東と比べてはるかに遅かった。この地域への植民への最初の試みは、 中期17世紀に遡ることができる。この時ハバーロフがアムール川岸のアルバ人に要塞を築いている。この時以来絶え間なく石膏兵が満州地方で小競り合いを起こすようになった。1669年にはネルチンスク条約が締結されアムール川を境として北部がロシアの領土となった。 19世紀中期、ロシアが1853年から1856年の間に起こったクリミア戦争に敗北するとロシアは第二次東方拡大を行った。多くのコサック植民がアムール川近郊に設置された。この時、ロシアより圧倒的に武力に劣っていた清帝国はロシアとの戦争を避けて1853年に アイ軍条約とプリモルスク条約を1860年に締結し、現在の国境線になった。これらの機関の植民者は少なく、これらの地域には14000人のコサックと2500人のロシア兵だけであった。1816年、プリモルスキー州とアムールスキー州が設置される。ウラジオストクは八百六十年に、ハバルフスクは百五十八年に建設が、 始まった。1882年、ウクライナからこの地域への自由移動が公表された。植民者には自由地が提供された。植民者の乗る船はウクライナのオデッサ港から出発した。この結果1897年までに人口が31万人にまで増加した。1901年、シベリア鉄道の設置が完了し、 これ以降は1年あたりに1万4000人の移住者がこれらの領域に渡っていった。1907年に植民者は最大になり7万8000人の人口がこれらの地域に渡っていった。1914年これらの地域はアレクサンドル・コルチャーク海軍大将の管轄下に入った。1920年には極東共和国が日本とロシアの干渉国として設置された。 1922年にこの共和国はロシア、社会主義共和国に編入された。1934年、ユダヤ人自治州がこの地域の首都であったビロビジャンに設立された。ソビエトの支配を嫌ったウクライナ人の中には、極東から中国領の満州や日本領の南からふとに逃れる者も,もおり、当地の白系ロシア人の大きな部分を成していた。ありがとうございます。